Character. Ragnar the Blood Edge. Koko Noe. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. Ore. Don. Setchi. Nore. さあ、続きまして始まってるのは IC 側が、チロルさん、ネピーが原くんになってます。あ、これチロルさんで昔ラグナ使ってたっけ。オランピのせいかずっとここのようなイメージだ。さあ、これ、まあ、原くんはね、ちょっとここのようなゲーセンに入り始めたあたりで、まあ、仕事が始まり、ゲーセンからだいぶ離れた期間があり、まあ、最近また復帰、すごいのが出たわしたので、もうここの戦ほとんどやったことないけどね。今はまあセコンドにね、浅いここのようこと、八王子の浅ここのようこと、タモさんがついてアドバイスをしております。まあ八王子おかしいですよ、全然するのありなんでね。まあ、ガチ対戦の側面もありつつ、でかい大会に向けてね、挑戦してもらえればなという気持ちがありますから。これは超下級、リバーサーがあることは知っている感じか。さあ、これはさすがに足りたいと。レベル3アクション。さあ、チロさんがスパナーでしたか。原くんはジャンプ。ちょっと立っている。死なないふりをしているだけなのか。さあ、5番からここは D 昇竜を使っていく。ダメージを重視する。まあ、D 昇竜の場合は近くに落ちますからね。2手目はクルーファングと比べてやりやすいといえばやりやすい。さあ、これはちょっと反撃を見せた。ここは超下級打っていく。どう三振コッパコッパ、あとゲラー結果でここはバーストを使わざるを得ない。帯越しガントレットが見えている。隠ってしまわない。シュシュル先にやっぱりあるので、あ、直投げ、これはきつい。 BCBC ベリアレッジ CD テルソング、ここどうする。オクラス昇竜か。おっと、ちょいオクラス立ち絵だったが入れっぱしていた。スパナが強くて落ちず。さあ、まずチロルさんが一つ目。Ragnar the Blood Edge. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. さあ、2試合目。おお、すごいのやった。あ、意識高い。あ、調べてらっしゃる。本当に知らないのか。ちょっとお世話足りなかった。いや、発行されそうな当たりが悪かったのかな。ベルサンジ、さあ、ベラリジョうまい。3シーからさあ、ラグナクが3シーの拾いの当てはできないキャラ。お、ここをガードしている。セットスパイクマシーから、お、ここハーですか。ーっとテイクハーゼンしたせいでは張りづらかったが、拾いが難しくなると。
ジャンプして先端から補充弾バソー波球2段ジャンプしゃがみ D から CD ガントレット BCD デッドスパイクダセーな。レボン2アクション。さあ原くんラウンド選手のラウンド2何番かトップ投げ。さあ勝利権が通ってないんで、まあ、ラグナーねやっぱ勝利権当たっていかないと難しいっすよね。マイシーここジャンシーベリーの選択 CD シーズン投げコンバ高い。お着地このハーデスガードシール、メッパーを拾って5点。さあこれはタモタテはどうですか。伸び腰。さあまだ残るけどデッドスパイク CD まだ終わりだね。ヘルスファングからの受け身を取らせているがジャンプが強い。落としてさあ後手を捕まえている。なんかおっと寝っぱなしだった。さあチロさんもこれは意外拾えず、ハルがバースト切っていく。さあ白く怒って勝利を匂わせていく。前番が前。さあこれで最終ラウンド。さあ前ジャンプ割ってたっぽいですが、かなり走り込んでいたせいで原くんのターンになっていたっすか。さあこの勝利が通らない。さあ勝利権が通らない。勝利権が通らないとやはりやりづらい。無駄なことを考えてしまう。あー投げ見づらい。わ減る、めっちゃ減るやん。なんで雷めっちゃ減った。ミステイク。あこれちょっと怪しい。あスパナが本当に強い。2-0。さあ、たまたってアドバイスタイムか。スローさん2連勝の3試合目。さあこの 5B にしっかり前飛び合わせるのがうまい。さあベラレジからのワンコンボデッドスタイク抑え込んで中段ガードシール。さあもう一回デッドスパイク、ここは無理をしない。走ってから前ジャンプ、ちょっと太鼓出そうとしたところ、早出しジャンプ曲げていく。さあ橋が出れないか、トリカゴ状態。さあ触って下段ヒットからストレッチ中央に戻ることを優先した。立ち回り。さあ無理やり 5B を置きに行ったか。神村勝選手はやはりね、飛びを通されてもリスクはないということで非常に強い。ジャンプ C から前 D、ジャン D、 ジャンプ C からコパコパ中段あーデスモカードシール。さあ、チロさんのガードが硬い。三振先端中段ガードシール。さあ、原くんもガードは硬い。ガーッとラッピンを考えたか、こうせ省エネされてしまう。オーバードライブで倒しに行く。そうさせない感じですかね。さあ、チロさんが選手ジャンピージャンプ A から前 B、 青いどこで分かったか俺も分からんが、ジャンプ C、 ジャスパイク前に出る。 5B 届かない。2段ジャンプベリアルスカウンター、これ美味しい。カントレットハジス BCD デッドスパイク BCD まだ終わりだねえぞヘルスファング。受け身を取らせているがちょっと上入れが難しいところ。さあ勝利が出なかったっぽい。5C
小判投げ、さあ上飛ばれても小判投げここで通していく。これはちょっと気分が変わるか。さあ次は埋めそうだが、おお、また投げ、まずか。さあちょっとここのコンボミスって中断中断。さあ投げ置きからオクラ少し無視、引っかからない。3C番からラピキャン。さあチロルさんが冷静、相手変わってない。さあどうする、難しくなってしまった。ハロラグナ下がっていく、とりあえず下がっていく。さあ雷状況、さあ火球をジャンプで受けて、じゃねじゃねとハーデスが出れば勝っていた。難しいところ、マジャクシーちょっと分かんなくなったか。勝利をケア、これはあーミスった。ガントレットここがキャン、お前転潰して、これはどのくらい減るんですか。またミスった。おークラッシュカミディ、なんかリュセのリュセのプレイヤーにも気持ち悪いんだけど、なんだこれ。さあ原くんが先手を取って、ベレレッジ CD、 まだ割れじゃねえぞ。ヘルソン君、さあ2番目にヘルルート、ここからコパコパゴビ、コパ Z スパイクから、おお、コパの暴れを通していく。銀を引き出してコパ暴れ、位置を変えることを優先。おお、しゃべくらい、これはでかい。バースト、おおおおおお、すごい天才。レッドスパイク、ボディ、マード割れじゃねえぞ。ヘルソング、さあここ難しいぞ。さあファジー気味のジャンプを潰す、空中投げ置きからブラスサイズ前に出る、5番投げ。さあ原くんらしくなってきた。2チその程度か。ほんでも崩しの技の選び方はさすがですね。私ができないやつでございます。The wheel of fate is turning. Rebel one.さあ3者のこれは 5B が当たったんですかね。ジャンプエクアテックタイプ、ジャンプタイプ、あれもね、ハイジャン AB ACD かな、 ACD ベラレジみたいなので、そこそこのリターンも取れちゃう、難しいんですが。さあジャンプ C からプロさんのコンボ、バストがありますか。中段、ここはバスト。さあ3種の前以外でギリギリ止まって5種を差し返しに行くが、これは届かず。まあ入り方ガントレット BCD セットスパイク BCD 窓割りじゃねえぞ。ヘルファング、さあこっから火球があるがどうする。読めていた、ここは投げを取ってセットスパイク、3種はちょっと空振り、ガントレット。さあ中段もガードして、さあスカシケダン、このスカシケダンに引っかかっていく。デッドサイク DCD、 あ残るヘルサング、コパコパコパ、わあ、おえーで落ちない、すごいきたな、すごい。マイパンよく見ている、これ位置が変わるのか。ちょっとミスったか、下段で崩れて、さあ原くんやりづらい、勝利には打ちづらい、当たってない、当たってないから打ちづらい、寝っぱなし、危ないところ、下段効果がキャン、上位をクラス投げ、反転する無敵技しかないキャラはこれはきついですよね。さあラノス、いやなんか当たる、中段下がっている、うわジャンプ強、発生が早いんだよな。プラスサイズ、さあ足を暴れ、元気の暴れが
で、またここはバックで捕まえて、ギリギリ残る、ギリギリ残るとラグナカの体力回復があるおかげで割とまくっちゃったりしないこともない。マスルターです。 PC、PC、JDRH、PCD、ヘルズ、ハング、この件は強気に行くと、おっと、読んだか。あーですが通らない。スイカをタッチカードしてしまった。まあラピキャンジャンシー的なものを冷やした感じですか。見せる、これはパネル CD、 マダオ、ヘルズ、ファング、下段。さあバースト切らされたチロルスさん、あ、当たっとる、あ、生きとる、あ、カウンターしとる。カーネージス入れたんだってっていうプラスサイズ下に殴りでイーブン、2-2。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. ギリ、おお、しっかり繋いでいく。これは跳ねなさそうですが、はい、抜けている、しっかりしている。あ、恐ろしいアタック出した。シャーマミクライバスト。あのやはりきつい当たり方ですよね。暴れつぶしの B に引っかかるのがやはり一番きついんですが、ここはエコパン投げ。CB、シビラルシー、CD、まだ終わりじゃねえぞ、ヘルズ、ファング、大きい攻め、5秒目、商用加速 B ですか、上入れにも当たるよみたいな感じですか、さあこれは読んでいたか、惜しいかな、デッドストライク、まあ、ビデジャンピオンをかくらせていく、スピードを変えて、下段ガード、下段は飛んで、下段、下段、下段、あっ、いい当たりはしてしまう。これは跳ねたら死んじゃう。ダメで。まだ終わりじゃねえぞ。さあ前パンタイク。BCBC ですか。ベルトから CD、メルトタンク。ああ、デッド、そんな入んのかい。からの、ちなみに。さあコパン投げが通る、こいつはコパン投げが通るぞって分かったら結構原君やらしいですからね。エルサング、さあ置き攻め、さあ今度はコパン埋めからクラッシュが C3、 シマドさ高そう、これ足りるのでバースト、デッドスパイク置きジャンプリー、さあスパナを潰した感じか、アルカン逆転 2-3。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. おお、先端カードディストールからワンコンボ、クラッチ、マイパン、ボディ、まだ終わりじゃねえぞ、ヘルク、サング、これ投げ、これは抜けている、うおー、いいの当たってしまった。もうね、投げ抜けられ5Cがね強いですよね。まだ終わりじゃねえぞ。まあ 5B も強いですけど、もちろんI'm not gonna lie.
The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. Not a setchi. Not a setchi.原くんのウィンが4になってるところで原くんがリーチなんですが、レバーの調整でねちょっと私の席を外しておりましてマイクを入れられていない、やむを得ずからも、まあ、鶴さんが一気に取り返されてしまっている。ついに実ったハーディージャンプ気味のウィーレを潰していく投げ置き。さあこれで原くんはリーチですが、さあ引っかかってまずは残る、まだ残るとちょっとやだ。おお、三勝機あれに勝てる技は着手ギアハーデスとかしかない。あ、ブラックサイズもあったか。まあでも雷あるところにいきなりそんな、ね、元気な技出せないですよ。さあアタッチアタックから、さあまだはさすがに届かなかった。ちょっとガードしている。さあ原くんが完全に押し込んでいる形だが、ここは Z5 ガードして強くこれでコマバレー。こちらに行く当たってダウンになる。カメラの火球は当たっている。ここはバスト。おっ、タッチパー。さあしかし前パンが届かず5パンが当たる。コパコパ 2B からコパ 2B 5B 追い出せいく。攻めいけ中段ガード。さあ着手 5B になっている。レッドスパイクからさあここコパンで暴れていく。引っかかって中段クジート、ナピアン。さあこれは足りそうか。コンボミスからもう前パンが置いてある。天才か。さあ中段取り返して4-3。
becomes a new challenger. Please select your character.Ragna the Blood Edge. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1, action! Set! Nore! Setchi! Kono yaro! Set! Nore! Sora! Hido! Nore! Nore! Setchi! Kono yaro ga!この拾いをミスっている感じ、あ、内からラグナだけ繋がっている、そういうこと。さあ西田余り潰し、このガードしている。マイリーから2段ジャンピーからの中段ガードしている。受けたもんか。さあここ、あっと入れ込んでしまった。当たると思っていなかった。あ、なんかデンジャーってついている。ちょっと意識が滑った瞬間投げを取って、足の高いルートをこうバトン。おお、裏に取って、裏に出とる。さあ、チェーチェーショルからの、あー、オクラ下げ。どうして立てる。レボン2アクション。ディショル、カード、コパ投げ、デッドスパイク、CCCDK リアル、そんな、大変なことになるところですよ。まだオヘルム、あー、きつい。コパ、コパ 2B から、コパ 2B、デッドスパイク、さあ、これは垂直からのジャンプ B、かくったかな、さあ、熱波を追い返えていく。動かしたゴミ、2B から。さあ、超横からすげえな。了解。あとちょっと上に落としたところ。うわ、ここの勝利が取っていく。さあ、前 B ですか。ここはコパーバレ。なんか届かず、上に入れてたから、届いてたら当たったっぽいですが。さあ、ここから。少し空振り、勝利打っていく。さあ、パンパンさん死んじゃう、死んじゃう、死んでしまった。勝ったのは腹がくな、坊さん。うん、なんだかんだ強いですね、やはりね。左腕の礼を言うな。俺は誰にも従う気はねえよ。